はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、今日は MB ブロックで完成したいと思います。ちょっと一つちゃうからね。はい、今日は第10節、絶妙なカメラアングルになってます。照明映し合い、今日はスウェーデン神奈川との試合をお送りします。もう人がすごいから結構ね、混んじゃっててね、モザイクかけないとダメかもしれないですね。で、つなぎつなぎありますけれども、今日はね、千代岡サッカー場ってところなんでかなり混んでますよね。今こういうのをやっております。あとカットしまくるかも、撮れないですもんね。しばらくはね、これを撮っていきたいと思います。選手入場のルールなんでね。あ、こっちから見えるかな。取れてますこれ。こういう状況なんですけどね、まあ、自分の席を見失っております。下がるまで戻れなくなってます。いやー、全くね、今自分の場所が分かんないですね。入っちゃいましたね。はい、じゃあカット。こうやって見るとベルギーの選手全然声出てないんじゃない。でも大好きは支持してるわけじゃないんだよな。そう、なんかこう自分の要求を伝えてるだけで支持はしてるわけではない。いやでもやっぱね、一番が声出さない。で、イブラヤシも声出さないんだね、こうやって聞いてるとね。いやまあ別に宮本だって声出すタイプじゃないよ。一言ポンと言うだけでもほら、寡黙なやつが一言言ったらみんな聞くじゃん。でも何にも言わないんだね。向こうの14番がうるせえぐらいで。初めて見た。大久保ちゃんのあんまり聞こえないんだね。そう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 。コーチングはないんだよね。お、なんか喋った。なんか喋ってる。喋んなバカ。あ、うん、ここから欲しいな。うん、ダメか。いやー、ファルスね、そこ。うわ、怖いな今。ついてんな。フリーの選手いないもんね、これ。ラウラおー、今のいいぞ。6番。6番誰だ、6番。知らねえ。おい、ナイスカジ。これピニエラの6番のオーラスさん、何マークじゃねえあれ。ほらべったりだよあれ。ボカンチなんだよあれで。なんか今時懐かしいけど、マンマークだなあれ。ほらこれずっと撮ってよかな。自分のポジションを捨ててるもん。
あれ監督本当金沢のこと知らなくてるけど監督大丈夫？柳下ってそんなサッカーする人？これ J1 見てないからさ、岩手のサッカーとか全然知らないんですけど。そう。あのちっちゃいやつね。でも札幌にいたの10年前じゃん。知らねえよそんなの。0406シーズンらしいよ。だいぶそう。ああ、違う違う、ごめん、柳下監督の。でも、だから、ほら、ずっと J1 だったから。まあ、年齢だけで言っちゃあれけど、やっぱ、昔のサッカーを好むのがね、ちょっと。どうだ、自分たちが攻めてんのにピニエロにマークしてんだぜ、あいつ。すげえな。今だ、3番に任したのかもね。今ね、離れてる時なんだからね。アンカーのポジションの選手なんじゃない？最終ラインの中にも入り込むんだよ。本当。あ、でも確かに確かにそうだね。ピニエロの方が前にいるね。あ、本当。そうなると6番ついていけなくなるね、これで。まあでも相手は442だから逆にこっちも442やっちゃうかもね。おい、はい、一気に、あ、でもウッチだ、いけるか。おい、たまにああいうパス出すんだよな、ウッチ。さあ、マイナスパス、よし、あー、いよ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 、あれぐらいやってくんないと。左サイドバック入れた意味ないもんね、やっぱね。右で切り返すためにあるんだし、左でセンタリング上げちゃダメだよね、確かにね。今日はね、おー、カズ、いいです。決定機そのものはなすか、メールに前半ドロケロ。はい、また後半もずっと定点カメラです。何分？ 1 分？致命的だったらやられてしまった。さあどうする、動くか、動くか。お、中国先生が梶川に何か慰めの言葉をしない。あれ、声をかけてあげて。
45分の時計が0にされた。どうしよう。しょうがないな、もう4時14分にしようぜ。あ、動いてないんだ。なんで動いてないの。いや、さっきまで動いてたんだよ。戦ってる。いや、ここ勝てるぞ。うぇい、勝てるな。ああいうのやらせりゃ勝っ
ってる時にやらせるとね、やっぱり取られないよね。じゃあこう揺さぶられないタイプの何でこれ安西もこれアウトだろうな。これ1回目ならね、なんか大丈夫って言うじゃん。2度だからな俺。でも考えてみると吉明が前行ってろって言ってたのに、あの位置まで守備しに戻ってたんだね、やっぱりね。呼んだ手前行かせなきゃいけなかったんだよね。整列もできなかった安西幸喜。あれはい、というわけで今日の試合は2対1逆転で、レイズが勝利しました。今ラインダンスをしております。はい、ずっと今時計が止まっておりました。今そのアナウンスが鳴っておりましたけれども、確かにね、あの時計が動かないだけでもかなり不便なものでしたね。はい、では今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。じゃあねー。